こんにちは、長戸です。さあ、今日の動画なんですけど、先日名古屋で行われたビューティーワールドジャパンの、カットの内容ですね。カットの動画っていうのをいただいたんで、そちらを再編集して、ぜひ皆さんにご覧いただければなと思います。参加していただいた方、本当にありがとうございました。はい、本当に通路を塞いでしまうぐらい、たくさんの方が、来ていただいて、本当に嬉しく思います。で、参加されてない方、もしくは美容師関連の人じゃない方も、ぜひ、見ていただきたい。今回はフェイスレイヤーについてですね、しっかりと技術展示させてもらったんで、ぜひ、ご覧ください。じゃあ行ってみましょう。ノット代表の中戸です。今日はよろしくお願いします。じゃあ今日は、50分っていう限られた時間なんで、皆様に今日、メテオのカラーと、あとはやっぱりカットですよね。美容師さんが多数だと思うんですけど、カット、今流行りのカットってあんま少なくなってきたかなと思うんですよ。昔みたいに、誰々の同じ髪型にしたいとか、そういうなんかキーになる芸能人っていうのがあんまりいなくなったのか、それか雑誌の力が少し弱くなって SNS の方が良くなったから、皆さん美容師さんが発信してるスタイルっていうのがすごい求められてるようになったんで、なんでどうすればいいかなと思った時に、やっぱりここは美容師として何をしていくかって言ったらレイヤーのカットかなと思うんで、今日はモデルさん後ろでカラーをさせてもらって、そのまま、メテオカラー、すごいツヤツヤになるカラーなんですけど、それプラス、顔周りにしっかりとレイヤーを入れた、まあ、今風のカットっていうのを皆さんと一緒に、やっていきたいかなと思いますんで、今日はよろしくお願いします。で、今日皆様にお見せするというか、お見せすることはちょっと難しいんですけど、カラーなんで放置時間とかあるんで、裏でやっちゃいました。メテオカラー、カラーと同時に3熱トリートメントができる。で、ツヤツヤな髪を作ることができるっていう、まあ、触れ込みなんですけど、実際、ロジックがたくさんあるんで、これは後々、ご紹介したいと思います。これ、ダメージを抑えることができる。カラーリングイコールダメージですよね。やっぱり髪の毛が傷んだりするのを抑えることができる。その仕組みっていうのを皆さんにご紹介できればいいかなと思います。メテオカラー。例えばなんですけど、これ、モデルさんですね。今日のモデルさんじゃないんですけど、今までやったモデルさんで、こうやって、後ろ姿が荒れちゃってるモデルさんを、こういう感じです。まあ、もちろんアイロンセットなんですけど、それにしてもかなり、綺麗な、ツヤ感っていうのを出すようなことができる。これは、メテオ GL に入ってる成分の効果です。12のグリーンとグレーベージュ。今、やっぱり僕の流行りがグリーンですね。ブルーが流行ったりとか、やっぱ自分のマイブームを持つことはすごい大事で、やっぱアッシュ系に振りたいなっていう時とかあるんですけど、夏はやっぱり緑系入れることによって、赤みを抑えつつ、ベージュっていうのをすごい綺麗に出すんで、夏を楽しむためには一番いいかなと思います。この12グリーンとグレーベージュ、アルテマリトのカラーを使用してます。今日はこの、ワンレングスベースなんだけど、顔周りにはレイヤーが入ってくっていうのをやっていきたいかなと思います。はい。そしたら、普通にイヤートゥイヤーで分けて、あ、音楽ありがとうございます。はい。カットなんでね、無言でやるとあれなんで。で、ちょっと下を向いてもらいます。ワンレングスもそう、ショートもそう、ロングもそう、ミディアムもそうなんですけど、この三つ襟のところが大体皆さん上に向いて生えてるんで、しっかりとここを押し込むためには、下を向いてもらうっていうことが大事になってきます。で、後ろは、ワンレングスベースを保ちたいんで、少しですね、ちょっと切ります。今、前下がりになってると思うんですよ、大体のワンレングスベースの人が。ですんで、少し前上がりになるように。かつ、あまり前上がりにすると古臭いスタイルになるんで、自然な前上がりでいいかなと思います。はい、そしたら、上のパネル行きましょうね。同じくワンレングスで落とします。優しくコーミングして、ナチュラルシェイプですね。まあ、サロンでは結構椅子を使って切ることも多いんですけど、まあ、立って切った方が体幹は安定します。アウトライン切ってるだけなんで皆さんちょっと退屈かもしれないですけど、実は、この、僕がやってるこの、絶妙な左右の動き、ちゃんと溝落ちの前で切るっていう、そういう基本とかは、すごい大事になってくるんで、なんとなく見ていただければいいかなと思います。あとは膝の使い方ですね。こう、腰でいかない。膝でいく。まあ、アシスタントのこととか、先輩にすごい口うるさく言われたのは、まあ今生きてるなと思います。すごい何言ってんだよ。別にいいじゃんと思ってた部分が、
やっぱり今になって、あ、大事だったんだなっていう、まっすぐ切るためには。結構こう、後ろがワンレングスの状態なのに、顔周りにレイヤーが入るっていうのは、サロンでも一番進めやすいと思うんですね。なんか下手に跳ねたりもしづらいし、お客さんがプチチェンジというかね、少しイメージチェンジをするのがご希望だったらいいかなと思います。はい、これで正中線で分けます。しっかりと前上がりに切っていきます。なんで一番最初に説明します。後ろの毛はほとんど切らないけど、前が短くなるということは、お客様から取って短く見えますというのは最初に言わないと、お客さんびっくりしちゃうんで、僕もさっきカウンセリングで言わせてもらったんですけど、こういう形で前上がりに切っていきます。逆も一緒ですね。こちら切ります。こうして前に上げていく。顔周りがやっぱり動きが出るとすごくスタイリングした時も毎日変わって見えるんでいいかなと思います。これだけでもかなり、お客さん的には変わるんですけど、ここから顔周りの毛にレイヤーを入れてきます。その際はフェイスラインと同じライン、こうですね。フェイスラインと同じラインを取ってあげて、ここを前に引いてレイヤーを入れてきます。はい。で、その時に大事なのは、ここです。一番やっちゃいけないのはもみあげの毛のアウトラインを切ることなんで、ここです。ここともみあげを結ぶようにコーミング。これだけ。これ以外難しいことないです。そうすれば、アウトラインを切ってしまうことがないんで。で、持ってここに、レイヤーをこうやって入れてきます。こういう感じ。で、頭の丸みってここがすごい一番、グッと入ってくるんで、ここ丸いじゃないですか。なんでグッと入ってくるんで、最後の最後だけ、お客様のちょっとこっち側に寄せてあげると、ここの角も取れます。そしたら、これを一番後ろまで行っちゃいますね。同じ位置で、こうして、こうです。顔周りに向かってレイヤーが入っていくスタイル。で、後ろの毛も全部持ってって、レイヤー。で、もう一番正中線のところまで全部持ってっちゃいます。そうするとほとんど切るところはなくなるんですけど、こう全部が前に来た時に、ここで動きが出るレイヤーができます。トップだけ角が出ると思うんで、レイヤーが入ってるここと後頭部をつなぐカットだけ、直カットでします。はい、以上になります。この後に乾かすと、どうしてもまだここら辺が絶対重いと思うんですね。顔周りっていうのが重いんで、そこのカットの仕方もやろうと思います。ということで、ブローしてもらいます。岩崎の他に、先ほど言った、弘中っていう、名古屋出身の、もうスタイリストです。はい。なんで、バリバリやってる子なんで、安心していけると思います。で、前髪をしっかり、分け目つかないようにと、ブローしてってもらいます。これ、すごい大事で、カラーって、ダメージの原因って、その日のカラーのダメージより、家に持って帰るダメージの方が大きいんですね。やっぱり残留アルカリが家に帰ってシャワーとかを浴びてるうちにじわじわ出てて、それが髪を傷める。で、髪だけならまだいいんですけど、頭皮を傷める。で、頭皮を傷めたりしてしまうと、やっぱりそこは白髪が生える原因になったりとか、頭皮が落ちてきて顔が垂れる原因になったりとか。なんで、それをしっかりと有利することができるのが、離島のカラーになってます。何が大事って、しっかり水を抜くことが大事なんですよ。この後にアイロンでトリートメントを定着させるんですけど、その時に水が残ってると絶対的にダメージにつながります。なんで、水がなければアイロンって傷まないんですよ。皆さんアイロンで傷むっていうのは中に水を残してる場合なんで、しっかりとこうやって、じわーっとゆっくりちゃんと水が抜けるようにしてください。で、しっかりと、こうです。そうすることによってどん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 ツヤ感も出てきますし、レイヤーもかっこよくなると思います。最後ちょっとクッション、大きめのクッションブラシで、これ明日からできるクッションブラシがあればできるんですけど、これ YS のこのピンのついたクッションブラシすごく良くて、最後のブローの最後にヘムラインをこうしてあげてください。ブロー終わったら。これ意外にやるとやらないで仕上がりが変わるのと、お客さんが喜びます、まず。ヘムラインしっかり伸ばしてくれないのよねっていうご年配の
お客様って結構多いんですよ。あの今時の美容師様とか言われるんですけど、だそれ言われたくないから僕も若いうちからめちゃめちゃ練習して、このここを伸ばすのはやっぱこういうのがいいです。でブローし終わった後だったらこれでも絶対形は崩れないんで、さらにヘムラインが汗とかですごい汚くなるじゃないですか。それを防ぐことができるんでいいです。これだけでもかっこいいんですけど、これだけだとまあちょっと硬いレイヤーになるんで、これをさらに柔らかくかっこよくしていこうかなと思います。じゃあ真正面でお願いします。基本はあんまりすかない。すくのがかっこいい時代ではないと思うんで、どっちかっていうと、あの、大人世代のお客様とかは、すかないようにしてあげるといいと思います。なんで、まず今日切った、この、ここですね、レイヤーの部分。ここをしっかりと、あの、ぼかすっていうのは大事ですね。しっかりとぼかす。こうして。ぼかす。ぼかすだけでさらに柔らかくなります。これもそうですね。後ろから前に持ってきて、今日切ったアウトラインの部分をぼかす。で、こういう時に鏡とか見ながらレイヤーの位置を確認したりすると、お客様やっぱすごい変わっていくのもわかるし、あの、喜んでくれると思うんで、こういうのはしっかりと確認しながらゆっくりですね。今日はまあ目の前に鏡があるわけじゃないんであれですけど、ちょっとしっかりとやるといいですね。で、そしたら、まずやってほしいこと。お客様、女性は耳にかけます。耳にかけます。絶対に。耳に、これ、ウィッグで練習してたら絶対にやらない技術です。しっかりと耳にかけて、で、ここで綺麗にコーミングをします。コーミングして、ここの出てきたところ。ここです。これ。これを落とす。はい。これが大事。ここの角を取る。で、ここがしっかりと水平になって、水平というか左右一緒なのをお客さんと一緒に確認してください。そう。それがちょっと丁寧なカットだったりもしますね。はい、そしたら、最後のこの角で取ったところを、はい、チョップカット。はい、これで今日切ったところのチョップカットがほぼ終わりました。さあ、この後どうするかっていうと、前髪からの、顔周りを切ろうかなと思います。はい。モデルさん的にはちょっと流すと思うんで、ちょっと長めで、流れる方向が若干短くしといてあげて、で、少しだけ横スライスのレイヤーをセニングで入れてあげる。これでいいです。そしたら、こっから先が大事です。前髪の長さが決まったら、ここです。前髪とこの間をハサミでスライドカットしていきます。こうです。で、顎下。かなり10代の子とかだったら、顎上とかで切って姫っぽくしてもいいんですけど、大人は顎下ぐらいになるように。はい、これでいい感じですね。で、顔周りができます。この顔周りの作る作業っていうのを、ちょっと端折りがちなんですね。忙しかったりすると。あと、顧客様とかも端折りがちなんで、これはしっかりとやってください。こうです。お客さんが見てんのって後ろじゃなくて、実は顔周りなんで、これをどんだけかっこよくできるかが、肝になってくるかなと思います。はい、そしたら、はい、これで終わりじゃないです。これでやると、こうやって横に、例えばこうやって、耳にかけたりすると、ここ穴開くの、すごい嫌がるんですよ、お客様って。皆さんも嫌じゃないですか。こうやって耳にかけたら前に落ちてくるけど、この横の毛が馴染んでないと絶対ここに穴が開くんで、これすごい嫌です。特に、モデルさん大丈夫ですけど、白髪がすごい気になってる人は絶対ここがさらに薄く見えちゃうんですよね。肌色と白髪が一緒になって。なんで、2個目を作ります。2個目。こういうのもすごい大事ですね。なんで、顔周りに3層のレイヤーを作ってあげるっていうのが僕のこのレイヤーカットですね。ここも同じく、さっきのやつと一緒に、フリーハンドで。だからフリーハンドでやるときにブローがしっかりできてないと、やっぱり綺麗に決まんないってやつですね。はい。こんな感じです。2個目は結構長めでいいです。で、あとは少し、セニングで少し整えてあげる。で、こうすることによって、お客様がどんなに横にかき上げたりとか、こうですね。こうやってして、耳にかけたりしても、ここ落とせば絶対に割れない。割れませんね。こういうことはお客さんと喋りながらやってあげることによって、すごい喜んでもらえる
あ、本当だ、割れないとかになるんで、大体のお客さんがすごいそこ嫌がる人が多いから、そこはやってあげるといいと思います。もみあげが長すぎるのはあんまり良くないんで、これはもう別で2ブロックだと思ってください。もみあげちょっと薄く取ってあげて、巻いたりすると、ここら辺に短い毛があると、すごいゆとりが出るんで、これぐらいですね。少しこうして、もみあげの毛。特に、これはね、若い子ほど欲しがります。絶対に結んだりしたら、例えばこうやって結んだりした時に、ここは巻いてあるとかっこいいんですよね。なんで、こういうのもすごい使いやすいかなと思います。あとは全体の重さを見て、少しドライカットですね。で、この後に、まず毛飛ばしたら、ストレートアイロンで、佳境の最終仕上げ、メテオカラーの最終仕上げをしようかなと思います。もうこれぐらい全然サクッとでいいんですよ。アイロンで縮毛矯正ぐらい頑張っちゃうメテオカラーの人いるんですけど、もうこれぐらいスタイリングぐらいのイメージで大丈夫です。12グリーンとグレーベージュの比率で作ったカラー剤ですね。なんか夏っぽくないですか？あとでクロス取るとかなりモデルさんの衣装というかね、お洋服とも合いやすいんで、ちょっとお見せしたいなと思います。よし。ある程度できたんで、そしたら最後の仕上げに顔周り巻いたりするんですけど、まず、表面一線。これは一番綺麗になるポイントなんで、ここをアイロンします。ここは薄めアイロンで、ゆっくり。こういう感じです。で、こうやって湯気が出るんですよ。あんだけブローしたのに湯気が出てる。見えますかね？見えますね。出てるっていうのは、理由は、これがレブリン酸の効果です。なんで、レブリン酸が持つ結合水っていうのが最後に結晶化するときに出る湯気ですね。見えますね。もちろん焦げてるわけじゃないんで、お客様には説明してください。これがメテオが効いてる効果ですよっていう。で、ゆっくり。表面のゆっくりやって、こうです。こういう感じのツヤ感出したいと思います。こうして、おい。顔周り、ある程度レイヤーが入ってくるとかっこいい。で、さらに、オイルつけて、今日は仕上げでいきましょうね。こういう感じですね。これぐらい。カラーして、軽くアイロンしただけで、普通にアイロンしただけだとどうしても出ないようなツヤ感っていうのは、ここまで出すことが簡単にできます。で、継続することによって、先ほどのカラーの自体のダメージを抑えることができるんで、そうすることによって、かなり、どんどんツヤっていうのが出てくると思います。プラスはホームケアですね。そしたら、オイルつけて、レイヤーは、やっぱ毛先まとまってる方がかっこいいんで、少し軽めのオイルをつけます。で、こうしたら、軽くつけます。で、表面とかにつかないようにして、まず全体につける。バッと、全体の中間から毛先につけてあげたら、はい、そしたら手に なくなります。そしたら次、今日切ったこの顔周りのレイヤーの部分に少し足します。もうほとんど入っ手にはついてません。はい。そしたら最後の最後にやりたいのはこの前髪につけたいんですけど、前髪つけると大体お風呂入ってない人みたいになるんで、前髪の毛先1センチにだけつけてください。これはお客さんにちゃんと伝えること。こうして前髪の毛先1センチにつける。余ったやつを。はい。これだけです。こうすることによって、これをコーミングしてあげれば、前髪もついてるんだけど、全然ベタついた質感がないかなと思います。ガンガンレイヤーではないんだけど、こうやってバーッと動いた時とか、歩いた時とかに、すごいこのレイヤーっていうのがかっこよく決まるかなと思うんで、この夏、皆さん、お客様にぜひご提案していただきたいと思います。じゃあ、カット以上となります。モデルさんに拍手をお願いします。はい。なんとなく、ちょっと、軽く歩いてもらって。よし。そうですね。あ、お上手です。ありがとうございます。こちらもすいません。多分近くで見ていただけると。ありがとうございます。はい。ということで、最後、まとめになるんですけど、一応題目だとどういう発信をするべきかっていうのがあったんですけど、一応、まず、
今日ダメージをコントロールするにはペーハーです。ペーハーをコントロールして加強、補修から加強の仕組みを理解しましょうっていうのがカラーの、綺麗にするポイント。プラスブランド力、発信力があるためにはって言っていろんなブランドがあります。僕もノットというブランド、メテオというブランドをやってるんですけど、こういうのはどんどん発信しなきゃいけないんですよ。自分たちだけでやってるだけじゃ絶対ダメで、今は SNS があるんで、発信すれば発信するほど皆さんが見ていただく。で、それを CM ですよ。皆さんが毎日テレビ見た時に流れる CM っていうところの枠に自分が行くようなイメージですね。なんで、どういうことをすれば人が認知してもらえるかっていうのがすごい大事になってくるんで、もうひたすら、発信し続けること。で、自分が思うかっこいいこと、かわいいことっていうのをやるとお客様に刺さると思うんで、それをひたすら、継続することですね。もうどうしても継続っていうのはすごいできないんで、もうしっかりと動画ですね。一番静止画よりもかなり情報量が多いんで、今携帯で簡単に撮れるんで、そういうのをバーッと習慣化すること。毎週金曜日の7時からドラえもんがやってたみたいなイメージです。そういう何時には誰々さんが発信してくれるっていう方が絶対にいいんで、自分にノルマを決めて、毎週毎週とか毎日毎日やってあげるといいかなと思います。はい。ということで、僕、YouTube チャンネル、オープンチャット、メテオと公式 LINE っていうのをやってるんで、こちらも合わせて皆さんぜひ今後ともよろしくお願いします。YouTube では、お客様向けの技術だったりとか、美容さん向けの薬剤知識。で、オープンチャットではもう美容さん専用で、ものすごいためになるような、もうとりあえず1日開かないでいくと120件とか200件とかになるような通知なんで、通知オフにして、見たい時に見る。それだけでどんどん知識は上がってくると思うんで、よろしくお願いします。で、今日の詳細、メテオに関しては公式 LINE からぜひよろしくお願いします。はい。ということで、お時間すいません。1分過ぎてしまいましたが、今回は、ノット長戸正和によるメテオカラーとカットの、ご紹介でした。岩崎ヒロ、モデルさんも。かわいい。ありがとうございます。はい。じゃあ、今日は皆さん、ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。皆様今一度大きな拍手をお送りください。はい、お疲れ様です。さあどうだったでしょうか。そう、ちょっと登場したよね。ちょっとだけ、はい、サブチャンネルの方でもこの名古屋のビューティーワールドの様子プラス名古屋でのセミナーの様子っていうの濃い内容になってるんで、そちらもぜひよかったら見てください。サブチャンネル長戸岩崎瑞希で検索していただくと出てくるんで、皆さんにご覧いただきたいんでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。